高速化。鉄道の高速化とは、鉄道の改良によって、列車の運行時間を短縮することである。ここでは特に新幹線、高速鉄道による、鉄道網拡大の代替となり得る、在来線効果事業及び新線建設について述べる。日本国外では中速鉄道、純高速鉄道、という用語が使われることもある。既存路線の改良による高速化は、 新線建設と比べるとはるかに費用を抑えられ、工事も容易であることが多い。部分的に従来の線路を放棄して、別の用地に新たな線路を付設する手法もとらる。運行頻度の高い線区を営業運転させながらの改良工事は、運行に支障をきたすため、列車を運休させることがある。高速化は、特に車両性能の向上が重要な要素であるが、それだけでなく、 地上設備、信号保安、ダイヤ構成、保守など、鉄道を構成する要素のバランスの上に成り立つものであり、それらの要素の何かが欠けると、高速化の効果が低下したり、乱れやすいダイヤになることがある。また、輸送障害や、事故の原因にもなり得る、例、JR 福知山線脱線事故、JR 北海道の多数のトラブル。高速化により、 沿線の騒音や振動が悪化する場合がある。例、名古屋新幹線訴訟。また、線路改良や新車投入などのコストがかかるため、投資額と時間短縮効果のバランスを取ることが重視される。高速新線とは、高速運転を目的として、路線の設計段階から、急曲線及び急勾配を極力廃止して建設された路線のことである。日本におけるそれでは、 国土が山勝ちであることから、急曲線を排除するために、トンネルや長大橋梁を多用する傾向があり、建設コストが高額になりやすい。なお、国鉄後期に建設された線区は、路線の性質に関かかわらず、トンネルや長大橋梁を駆使して建設されているために、多少の改良で高速運転が可能で、このような線区では高性能車両の投入によって、 実際に高速化されていることが多い。未成線になりかけたところを高速化により開通にこぎつけた事例も少なくない。一方フランスの TGV 用新線やドイツのアイス用新線では究極線こそないものの30パーミル程度の勾配は許容されており、地形的な優位性も相まってトンネルや長大橋梁は比較的少ない。 日本のように高速鉄道路線と在来線とで、機関が異なる、鉄道網では、改め機や参戦機乗化、あるいは、高速度走行に耐えうる、機関化変車両の導入によっても、鉄道の高速化が実現する。既存の在来線を標準機に、改め機、もしくは参戦機乗化して、高速鉄道路線、新幹線との直通運転を可能にする方式は、 ミニ新幹線と呼ばれる。山形新幹線と秋田新幹線の2路線で採用されている。高速鉄道路線、新幹線と在来線の異なる期間に合わせて走行できる車両はフリーゲージトレインと呼ばれる。2016年現在、開発は進められているが、実用化のめどは立っていない。改め機も、期間可変も用いずに、 在来線と同じ期間で高速鉄道、新幹線を建設する方式は、スーパー特急と呼ばれる。高速鉄道の定義同様、中速鉄道にも普遍的な定義と言えるものはなく、速度の敷地によって定義が勝ち合っている。戦前においては輸送力の確保、路線の建設による延伸こそが、主目的であり、対抗できるような他輸送機関もなかったために今ほど、 高速性への要求自体は大きいものではなかったが、運転上ネックになっていた区間の新線切り替えや上越線のような短絡線の建設、あるいは特急、援護のような列車では、補給の走行中解放や、給水のための停車時間像を嫌って、水タンクの連結を行うなど、線区、列車によって温度差はあったものの高速化に対する努力はなされていた。しかしながら、 第二次世界大戦開戦以後は徐々に物資の輸送が第一となっていったため、このような不要不急の高速旅客列車は姿を消していくことになる。参考、戦後間もない頃の国鉄は疲弊した鉄道施設及び車両の修繕、復興に総力を費やしたため、東海道本線を走る特急、平和が戦前の特急、 縁よりも1時間近く遅くなったことに代表さるように高速性については戦前より後退したと言える。この状況は1950年、昭和25年頃にようやく戦前レベルまで改善されることとなる。1950年代の国鉄高速化の歴史とは、すなわち鉄道無縁化、動力分散化の歴史であると言ってよい。すでに電化されている区間において、 従来の機関車牽引列車に対して、画期的な高速性を発揮し80系電車が登場し、またようやく実用化にこぎつけた DMA117 系エンジンと液体式変速機を搭載したキハ17系機動車やキハ55系機動車が全国の非電化線区へ投入され、目覚ましい時間短縮を実現したのもこの頃である。国鉄における 高速化が最高潮に達したのがこの頃である。50年代にすでに全線複線電化が完成し、80系電車の投入によって、長距離高速列車にも電車を使用することが可能であるという実績得た。国鉄当局は1958年、昭和33年に新設する東海道本線の特急、小玉へ充当すべく、20系電車、昭号改正により、 151系電車を登場させる。この列車の設定により段階的にではあるが、東坂間はそれまでの機関車牽引特急の最速所要時間であった7時間30分を1時間も短縮した6時間30分という驚異的な所要時間で結ばれるととなった。また、この頃になると、キハ81.82系機動車の開発によって、非電化区間を走る。 特急列車が無縁化されたことなどから全国に特急ネットワークが形成されることとなった。また、1964年、昭和39年には、この時期の高速化志向の集大成ともいえる、東海道新幹線が開業している。1968年、昭和43年、輸送需要の増大に応えるために、東北本線をはじめとして、 各地で行われていた電化や線形改良、軌道強化、キハ81.82系軌道車が性能面で、急行系のキハ55系やキハ58と大差がない、むしろ勾配線区ではより非力なことから開発されたキハ181系軌道車などの集大成として、四三等と言われる白紙ダイヤ改正を行った。これにより、産上越、 北陸本線等で大幅な高速化が達成された。特に劇的だったのは電車化や、全線東北本線経由に変更になったことから全、区間で1時間54分も短縮された特急、20日で、その標定速度は時速 86.5km にも達した、後のダイヤ改正で所要時間8時間15分へと、さらに高速化され、 国鉄在来線史上最速の表低速度時速 89.2km を記録することとなる。以上のように各地で目覚ましい高速化が図られた43等改正であるが、これ以後労使関係の悪化などが原因で、最高速度向上の試みは JR 化するまで表に出ることはなく、特急列車の一般化、大衆化に伴う停車駅数増加などで所要時間は、 全体的に増加する方向に向かう。この時代は、鉄道の高速化という点では、全体として低迷した時代と言える。その要因としては、以下のものが挙げられる。1978年、昭和53年10月改正では、東北、上新越方面の特急列車の増発枠を、市場設備の改良を、極力抑えつつ確保するべく、スピードダウンが行われた。 国鉄末期の1985年、昭和60年3月改正では、東海道新幹線の東京大阪間が3時間8分と、わずか2分ではあるが20年ぶりの時間短縮となった。ほか、東北新幹線では、日本最速の最高速度時速 240km 運転が開始されている。1986年、昭和61年11月改正から東海道。 山陽新幹線で最高速度時速 220km に引き上げられた。国鉄民営化後はブレーキ性能の向上によって 600m 上降をクリアできる目処が立ったことや対抗輸送機関などとの関係もあり、線形の良い区間において時速 130km 運転を開始した。線形が悪い区間においても高性能起動車の導入と、 各市場施設の改良によって大幅に高速化した、日だ、南紀や、使用車両はそのままでありながら、曲線通過速度を大幅に引き上げることによって、高速化を達成したあずさに代表されるように可能な、限りの高速化を行った線区が多く見られる。一方、都市部の一般列車においても高速化される事例があったなどの理由から、施設においても高速化が以前よりも、 盛んに行われるようになった。また、JR 四国で制御不自然振り子車両である2000系、機動車が開発されて、以来、山岳路線のような究極線の非常に多い、路線においても大幅な高速化が可能となった。なお、踏切が存在しない、特殊区間においては、時速 130km を上回る速度で運行が、なされている例もある、海峡線など、 また新幹線においても、初期は時速 210km が最高速度だったが、その後軽量化、高出力化、騒音低減などにより、270、時速 300km と段階的に高速化が行われてきた。特に JR 加護は、航空機との競争に打ち勝つため、盛んに高速化が推進されており、2013年3月16日からは、 東北新幹線で時速 320km 運転が開始された。東海道新幹線は曲線が多いため空気バネ車体傾斜装置を搭載した N700 系を導入し、軌道加速度も在来線車両である313系と同等の時速 2.6kmS が出せるようにしたため、同じ時速 270km でも、 所要時分を東京から新大阪間で5分短縮させることに成功した。また、設備の改良とブレーキ装置の改良を等により2015年3月14日以降は時速 85km による運転が行われ、さらに全線の所要時分が一部のぞみで3分短縮、光と小玉の早朝と深夜の一部で1から4分の短縮が行われた。高速化を目的とした新線では、 2010年開業の京成成田空港線の一部、成田高速鉄道アクセス、成田空港高速鉄道の京成電鉄スカイライナーにおいて、速達列車で最高速度時速 160km の運転行われている。かつては北越急行北北線の特急、白鷹においても最高速度時速 160km の運転が行われていたが、 2015年3月14日に北陸新幹線が金沢まで延伸されたことにより廃された。大手民鉄各社でも並行する国鉄線、JR 線や他の民鉄線との対抗上、古くから高速化に注力してきているが、近年の傾向として少子高齢化やモータリゼーションなどの要因による鉄利用客の減少傾向、 福知山線脱線事故以降の安全重視傾向もあり、高速化による時間短縮よりも沿線主要駅にこまめに停車することで利用客を増やす努力を行うことが多くなっている。ヨーロッパでは、いわゆる高速鉄道の発生以前から高速化が進んでおり、いわゆる在来線においても1960年代には時速 160km 運転を実施していた。 その後も、路盤の強固さ及び、線形の良さを生かして、最高速度の向上が続けられ、IC 及び一部の高速貨物列車では、時速 200km での運行を実現している。また、イタリアや、スペイン・スウェーデンなどの線形が悪い区間がある。国々では、強制車体系車装置の導入によって、曲線通過速度の向上を図っている。 以下に各国の在来線高速化事例を挙げる。北東回路に TGV のアッシュであるアセラエクスプレスが投入されたほか、ダブルスタックカーに代表される大陸横断貨物列車において最高速度時速 120km 運転を実施し、パナマ運河経由よりも高速で貨物を輸送するアメリカランドブリッジを形成している。また、かつてフロリダ州には ボンバルディア社製、ジェットトレインを投入する計画があった。参考、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。